こんにちは、モスマンジュニアです。引き続き有馬記念のレース開講をやらせていただこうかなと思います。すでにお重長さんとレイデオロは、録音したんですけども、今回はシュバルグランについて話そうと思います。シュバルは個人的にとても大好きな馬ですし、鞍上のヒューボーマン騎士もね、僕とても好きなタイプのジョッキーで、オーストラリアの厩舎で僕が勤めていた時はね、散々やられたジョッキーですね。僕の担当してた馬、ナッシュレーダー騎手で逃げてヒューボーマン騎手に刺される、ゴール前きっちり首捕らえられるとかね、散々やられたジョッキーでね、当時はちょっと憎たらしかったんですけど、毎度毎度ロックオンされて刺されるんでね、本当になんでうちの馬にヒューイじゃないんだなんて思ったりしたんですけども、シュバルグランがね、ヒューボーマン騎手でもう別馬みたいになったところがね、すごく印象的なんですよね。シュバルグランっていう馬はもはやヒューボーマン騎手じゃなかったらもうファイトしないって言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい手が合ってるコンビですよね。ヒュー・ボーマン騎手に限ってはシュバルグラン3着外したことないんですよね。2017年のジャパンカップで1着になって以来、有馬記念3着で、今年の天皇賞春もレインボーラインにね、スンデレかわされましたけども、クビサレ2着、そして今回も3着なんですよね。前走ジャパンカップはクリスチャーノ・デムーロ騎手で4着、その前が福永祐一騎手で4着ですけど、ヒュー・ボーマン騎手が一番このシュバルグランをファイトさせることができると思いますね。ヒュー・ボーマン騎手ってちょこっと脱線したこと言いますけど、ヒュー・ボーマン騎手ってすごく背の高いジョッキーで175センチあるんですよ。で、武豊騎手も175センチぐらいですよね。で、僕も175センチぐらいなんですけど、僕が175センチ、馬乗ってた時67、8キロあったんですけど、ヒューボーマン騎手175で体重58キロぐらいなんですよね。で、多分ヒューボーマン騎手56キロ以下の馬は乗らないと思います。絞れないから。それぐらい背も高いし、がたいも良くてね、がっちりした、筋骨隆々のジョッキーなんですよ。であるがゆえに、ステッキの一発が重いっていう、そういう印象なんですよね。バチーンバチーンってね、風車鞭でステッキでもステッキを連打しながらね、グリグリ馬をこう押し込んでくるような、そんな騎乗ですよね。そして背が高いんで手も長いですから、ステッキが後ろまで届くっていうかね、リーチが長いっていうところでね、背の高いジョッキーの特性ですよね。やっぱりね、手が長い、足が長いから、こう馬の上で足を折りたたむような感じでね。武豊騎手も背が高いジョッキーですけども、ヒュー・ボーマン騎手の方がやっぱウェイトが10キロぐらい豊かジョッキーよりもあると思うんで、10キロは言い過ぎですかね、でも5、6キロある感じですよね。で、今回の有馬記念もちょっと後ろからの競馬になったんですよね。で、向こう上面でもヒューボーマン騎手ちょっと押し上げたかったんじゃないかなって思うんですよね。もう少し3コーナー手前でもう少しポジション上げたかったように見えるんですけど、やっぱりちょっと馬場が悪かったせいなんでしょうかね。ヒューボーマン騎手が望んでいたような位置取りで3、4コーナー入っていけなかったんじゃないかなって僕は思ってます。で、できれば3、4コーナーで5番手ぐらいまで押し上げて4角回り切って外出すっていうのが、おそらく馬場も考えて理想だったと思うんですけど、4コーナー回り切ってからもう馬場の、馬込みの中に突っ込むような競馬になりましたよね。ポジション取れなくて、で、芝の塊とかね、ボコボコ飛んできますしね、馬込みに突っ込んでいくってやっぱり馬にしても楽じゃないですよね。顔面にボコボコ芝当たりますしね。で、根性ない馬だとやっぱ突っ込んでいけなくって馬群に入ると力を出せなかったりってことがありますよね。だけどこのシュバルグランに関してはね、もうヒュー・ボーマン騎手がもう行けって言ったら、もう馬群の中頭から突っ込んでぐりぐり中割ってきましたね。足は決して足色がね劣っていたわけじゃないだけに、もうちょっと4コーナー回った時のポジションが前だったらなっていうのが惜しまれるところなんじゃないかなと僕はそう感じました。やっぱりルメール騎手がね、
ババに関して今日はハービンジャーの日だったっていうね、そういうコメントを残しているように、ちょっとこうヨーロッパっぽいようなパワーの必要なババになりましたよね。で、中山競馬場坂もありますし、どうしてもパワーのある馬じゃないと今日の、ババラッと、なかなか上位に来れなかったんじゃないかなっていう、そういう印象もありまして、シュバルグランもね、オモババが得意な馬かどうかってちょっと僕は分からないんですが、でも、パワーのある馬なんでね、しっかり伸びてきて3着ですよね。9番人気っていうのがやっぱりちょっと不当に人気が低かったですよね。ヒュー・ボーマン騎手が乗る以上はもうこの馬は必ず上位進出で間違いないですよね。で、ただこの馬も6歳なんでね、来年2019年シーズンを現役するかどうかってちょっと微妙ですよね。ハーツクライ3区なんで血統的にもすごく引き合いの強い馬だと思うんですよね。マキャベリアンの肌ですしね。これハーツのね、後継志望馬はジャスタウェイがいますが、シュバルグランもね、非常に魅力的な血統構成なので、まあ、何しろこのお母さんが G1 馬3頭出してるっていうスーパーなお母さんですしね、シュバルグランの志望馬としての価値を考えると、もしかしたら引退かもしれないですよね。もしもう1年現役をするようなことがあれば、引き続きヒュー・ボーマン騎手が乗るっていう条件付きで毎回やっぱり、勝ち負けっていう、そういう風なことになるんじゃないかなと思います。そうですね、もう6分ですね。シュバルグランについては以上です。ご視聴ありがとうございました。